ウッドデッキ Q&A、 工事はどのくらいの期間がかかりますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。工事がどのくらいかかるか、必ず、お客様からご質問ありますが、こちらの物件はどのくらいかかりましたか？はい、この物件はハードウッドで、作りましたので、ハードウッドはとても硬いものですから、なかなか工事の手間取るんですね。それで、今これ大きさがだいたい1軒半四方ぐらいなんですよ。それで、1週間ぐらいあれば、全くその下地の防草シートを貼って、基礎を作って、鉄理を作るところまでの完成期間になります。でこれがウエスタンレッドシーダーとかもうちょっと柔らかい、作りやすい木の場合は、雨さえ降らなければ 4,5 日があれば完成します。ですから、まあ、実動 4,5 日から1週間ぐらいというふうな感じで考えればいいんじゃないですかね。間に雨が降っちゃうとちょっとその分日にちが伸びるというふうに考えてください。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。